スリープは、プログラムの実行を指定された時間だけ中断する、UNIX のコマンドラインプログラムである。スリープコマンドは呼び出したプロセスを、指定された値の秒、分、時間、日よりも長い間だけ中断する。スリープナンバー、サフィックス、または、スリープオプション。ナンバーは指定する不動小数点数。サフィックスは時間の単位を指示するためのオプションの、サフィックスである。 s, s m, h, d, ヘルプこのヘルプを表示し終了するバージョンバージョン情報を出力し終了するスリープ5現在のターミナルセッションで5秒間の待ち合わせを行うデフォルトの単位は秒であるスリープ 5h 現在のターミナルセッションで5時間の待ち合わせを行うスリープ 3h プレイヤー風 mp3 3時間の待ち合わせの後、ふう MP3 を演奏する。スリープは一つの値と単位だけを引数として扱うため、スリープ 5H30 メートルやスリープ 5H30 メートルという書式は誤りである。ただし、スリープ 5.5H という書式は許されている。Linux での実装では、 スリープでの複数の引数が許されているので、スリープ 5H30 メートルという書式は正しく動作する。スリープはタスクのスケジューリング、またはプロセスの実行開始の遅延を目的として使用される。システムコールスリープは指定した時間、自分自身のスレッドをタスクスケジューラーの Q から削除する。引数例のスリープは一見無意味に見えるが、 この場合現在の残りタイムスライスを放棄して別のスレッドに制御を異常する。ありがとうございます。